これは狙います。あー天ぷら、カラーパスタもできる。そこも色が変わるんだ、はい、桃の食べ放題、うん、ここよ入れたらバーディー。はい、ジュンちゃん、はい、打ってきたけど、打ってきたね、早速ね、うん、今急に女性の方が目の前に来たのでご紹介します。はい、お願いします、はい、オノフのベリース商品企画担当の寺尾さんです。お願いします。お願いします。打ってきました。ありがとうございます。いや本当に何だろう、かっこよくなって、なんかさらに私的には好きなフェイスの顔立ちだなって感じました。うん、ありがとうございます。アイアンも結構今回形状もかなりシャープしているので、うんね、その、まあ、操作性といったところがかなり効いてはくるし、アイアンは前回のモデルとよりかなり、うん、あの見た目も構えた感じも細くなってて、うん、はい、そうですね、はい、あと小さく感じるかな、うん、全体的に多分重量は変わらないと思うんですけど、はい、ちょっと構えた感じもそうですね、かなり、うん、かっこよく、うん、シャープで結構前のモデルは、まあ、優しさを出すため、まあ、見た目の優しさを出すために全体的そうですね、うん、あの、うん、フェイスのラミネート肉厚の部分だとか、うん、ソールも結構広く取ってたりとかで、まあ、構えた時に少しキャビティが見えちゃったりとかで、うん、まあ、それが気になるっていう方もいらっしゃいますし、うん、まあ、それが逆に安心感を取られる方もいらっしゃったんですけど、まあ、そこをちょっとあのいいように改善できればなと思って、今回そのデータ的にスリムに。で、あのドライバーの音とかでなんかこう、はい、結構ドライバーはカキンじゃないけど結構パンという弾く音が結構あったんですけど、はい、それはなんかオノフならではみたいな。そうですね、そのやっぱ打った時の感触ってやっぱ音が一番強いと思うんで、まあ、かなり開発といったところでは注視した部分なんですけども、う、もう少しずつ1ミリ単位で調整してもらってやってます。なんか当たったまーってなるのってやっぱこうパーンっていうか聞いててさ、そうだね、もうあれだけでないっしょみたいになる、なるなる、音だけでないっしょって言ってあげるしね、うんうんうん、まあ、あとはそのケース全体を結構同じような音を出すっていうのも結構メーカーのボイスの考えで、やっぱ当たりミスしちゃった時にボコって落としちゃうと、まあ、チンってなっちゃうじゃないですか、やっぱり自分自身もやっぱね、落ち込んじゃうんで。確かにそう思うと引っ掛けても何しても一緒の音だったから。そうだね、構造とかその作りに関して変えた点っていうのはあるんですか。あの、まあ、大きく変わった点は、はい、あのここにあるようにこのズバッと縦に大きく入っているこの溝が結構飛距離の秘密のポイントなんですけど、このフェイスからここの部分のたわんで復元する効果っていうのがより広がって、非力な女性にも力を助けてくれる。うーん、あ、こんななってるんですか。なんかあ、なってます。形にも意味があって、今まではあのこう H 字で普通のアルファベット H みたいな、あの、まあ、肉厚構造だったんですけど、それをギュッとこの中心にグッと寄せることによって、この部分だとか、まあ、中心とかがより薄くすることができるので、ここを薄くしてあげることによって、まあ、ツー側だったりヒール側に、まあ、打点がブレちゃった場合、必ずセンターに当たるわけじゃないので、そうですね、ここにぶれた場合もきちんと高飛距離が出せるっていうポイント。ここもアイアンも今分裂されてるんですけど、はい、後ろにこういうのがついてて、はい、ソールがこれをタングステンというあの、まあ、比重の重たいものがはまっていることによって、まあ、低重心に、何もない状態よりもやはりこれがはまってくれることによって比重がソールに来ます、はい、また運ばれに来ることによって、はい、そうすることで楽にボールが上がりやすい。あとなんか今回すごく変えたよっていうか、女性に嬉しいこととかっていうのは、はい、そうですね、ポイントとしてはあのここのパワートレンジの部分の色が変えられる、カラーカスタムができるっていう、すごいよ、全然イメージが変わるポイントが結構女の人にも喜んでいただけるんじゃないかなって。いやこれはね、見た目も綺麗だし、ありがとうございます。かわいいし、アイアンも、あ、すごいすごい、あそこも色が変わるんだ、はい、ちなみにこれ黄色と黄色になってますけど、はい、黄色じゃなくてもいいってことですか。あ、はい、本当にもう黄色のアイアンヘッドに、まあ、一応白だとかパープルだとか、まあ、ピンクのシャツもあるんですけど、そういうものを組み合わせることも可能です。しかも値段は変わらないんですよね。シャフトグリップはお値段は変わらない。ただヘッドに関しては今回ちょっとお値段をいただく予定になってまして、色を、ヘッドのカラーカスタムのお値段をいただきます。なんか聞きたいことある？はい、これこれね、うん、これね、最初ね、これヘッドだったんだけど
そうね、これね、うん、これってなんであるんですか。あ、ここにへこみを少しつけてあげることによって音の反響が良くなったりとか響きが良くなったりするって音の秘密が実はありまして、やっぱあるとないのとでは違いますね。へー、うん、ありがとうございました。ありがとうございました。今回のメインイベント、うん、なんで仁王立ちなの桃の食べ放題、イエーイ。なんか見るとさ、カットしてあるのとさ、うん、すごい氷につけてあるのとさ、これ硬い桃じゃない？あ、例の硬い桃かな。これ超硬い。あ、じゃあこれを剥いてみようか、ちょっともう一個ぐらい持ってこいよ、食べ放題だよ。だって3個ぐらい剥く。硬めの桃を選んだからね、純ちゃんうちがね。そうだね、うん、本当にちょっと硬いよね。本当硬い。でも結局さ、熟してるのもさ、美味しいけどさ、このさ、産地ならではの硬い桃、うん、多分この辺でしか食べれないから。あ、そっか。そう、やっぱ取れたてだからさ、硬、うん、くても美味しいんだと思うんだよね。もういただきまーす。りんご、りんご、ここよやばい、もう出しちゃった硬いよ。やばい、全然歯が入んない。ありがとう。切ってる。こっちだよ、うん、あ、デスみたいに食べれる。おいしい。うん、おいしい。硬い桃美味しいです、うん、やばい、よだれが出てきたよだれが出てきちゃったよ。でも今、かじったけど、かじれなかったよね。とろとろコンポート、すごい。似てる桃、うん、一口でいくか。なんかお箸で家でも思い出に、うん、見ればこんなもん、うん、うまい。めっちゃ美味しいですよ。美味しいめっちゃ美味しい。何これ、やばい、美味しい。あ、そう、美味しい、うん、美味しい。これ、なんだろう、もうなくなっちゃった。良かったです。消える。豆腐盆地。じゃん。綺麗だね。うん。よかった。うん。晴れて。晴れてよかった。晴れてよかった。じゃあ後半頑張ろう。まあ、右よりは左の方がいいね。そうだよね、うん、勝手に引っかかる。行きますね。午後もお願いします。お願いします。おいいよ。ナイス。いいじゃん。ナイス。ありがとうございます。勝手に左行ってくれた。勝手に左行ってくれた。ありがとうございます。大蜜が全くないです、うん、あね、ほんないよね。ないない。チーピンも出ないし、うん、スライスも出ないし、スライスも出ない。なんかずっとコースターに、うん、やっぱちょっとやっちゃってもあれ大丈夫だなみたいなところに落ちていく感じですよね、うんうん、いってらっしゃー。気をつけて帰ってくる。成功中をさ、やっぱ U で打てるって楽だよ。楽いきます。ピッタリンコ。ナイス。やばい、超簡単。簡単だよね。すごい。すごくない？なんだろう、今多分自分のクラブだったらミスしてたかもしれないスイングしちゃってたんだけど、やっちゃったかなと思ったんだけど、普通にいい感じだったな。しかもなんかさ、 高さがさ、ここって結構さ出しづらいじゃん、うん、すごい出たよね。出た。簡単に。すごい出た。なんだこれは。惜しい。オッケー。ナイスパー。いやー、今ナイスタッチだったね。見た？見たよ。何？今日うん。確認してる、いちいち。ありがとうございます。しっかり持って。
陸です。埋まった。よっしゃ、埋まりました。9番やんで、うちね。そうだね、きついんで。正解。よし、ちょっとペロってなったけど、こういう時に腰が引けちゃう。これはもう右足体重で得意な感じで打っていいんだよ。めっちゃ飛ぶよ、このやつ。ナイスオン、入れたらバーディー。あー、弱いか。弱い。今のはトンって打っちゃダメだよ。ナイスパー。あー、ちょっと今だった。今だった。ナイスパー。最後までご視聴いただきありがとうございました。他の動画が気になる方は左の動画をタップ、チャンネル登録は右の登録ボタンをタップしてください。コメントと高評価もよろしくお願いします。